中央大学附属中学校、高等学校は、東京都小金井市、抜久井北町三丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、 第2学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校。学校法人中央大学が設置する付属学校。生徒数は、約1500名。略称は、中府、旧姓目白中学校を母体としている。教育目標は、主体的、創造的な学習意欲を高め、均衡ある。 基礎学力の充実を図ることによってよって、論理的思考力と健全な批判力を養い、旺盛な知的好奇心と豊かな個性を持つ、大学の機関学生となるべき資質を寛容する自主、自治の精神を活用し、特別活動の活性化を図ることによって、指導性、協調性、社会性を養う、自主、自立の精神を尊重し、規律ある、 生活習慣の確率を測るとともに、自由と責任を重んじる、社会の形成者としての資質を育成するという3項目から成り立っている。旧制木次郎中学校、旧制杉並中学校、杉並高校時代には、目白の丘にその昔、 縦理想を受け継ぎ強く正しく培える杉並高く、今茂る文化の光や戦いに自治の心を育みて、清く明るく追い立てる桂ツの赤葉間に追う等の効果が存在していたが、中央大学附属高校へ合併、移転以降、独自の効果を廃した。従って、式典や公式野球部の大会時に使用されるのは、中央大学の学科である。 学校が指定した制服は存在しない。いわゆるなんちゃって制服を着用する生徒と完全な私服を着用する生徒がほぼ半々存在する。一方、中学には中布スタイルと呼ばれる制服がある。ここにも校風である自由が生かされており、ブレザーは2種類、シャツ4種類、ズボン4種類、スカート4種類、ネクタイ4種類、リボン4種類、 女子用スラックスの中から、おのおの好きな組み合わせで着ることができる。現在は、学生運動の衰退により、生徒主体の自治体制が弱体化したが、教職員により継続されている。例、中央大学風俗高校企業第15号、講師資料、愛木次郎、中学、穂積次郎第16号、講師資料、通目次郎中学から、杉並中学へ。 ほずみ二郎第17号、講師資料、3、杉並中学、杉並高校から、中央大学との合併、ほずみ二郎第18号、講師資料、4合併、移転中央大学附属高校へ、ほずみ二郎第19号、講師資料、V 年譜目次郎中学、杉並中学、杉並高校、中央大学杉並高校、中央大学附属高校、ほずみ二郎、 ありがとうございます。